CJP マーモット VS プレーリードッグ6つの重要な違い。ザリスゲッシ類のファミリーには互いにいくらか類似しているいくつかの異なる種が含まれています。多くは小さく毛皮で覆われていて巣穴や他の床の間に住んでいます。に属する2つの哺乳類リス家族と多くの類似点を共有しているのはマーモットとプレーリードッグです。今日はこれらの生き物の最も重要な違いを分析します。マーモットとプレーリードッグの比較が終了すると、それらを区別する方法とそれらがユニークである理由が正確にわかります。さらに面倒なことはせずに、これらの動物間の主な違いの簡単な内訳を見てみましょう。マーモットとプレーリードッグの比較。詳細な比較は以下のリンクからご覧ください。マーモットとプレーリードッグの6つの主な違い。オスのプレーリードッグは支配を確立し、厳格な社会階層を守るために戦います。マーモットとプレーリードッグの最大の違いはサイズ、場所、社交性です。マーモットはアジア、北、アメリカ、ヨーロッパに生息する社会的または孤独な草食動物で、体重は最大24ポンド、体長は最大29インチです。プレーリードッグは体重が1から4ポンドで、尾を含めて16インチまで成長する北アメリカと中央アメリカの非常に社交的な生き物です。これらの違いは重要性が異なりますが、すべて調査する価値があります。ここでこれら2つの哺乳類の6つの違いについて詳しく説明します。マーモット VS プレーリードッグ。サイズ。マーモットはプレーリードッグよりも大きいです。平均的なマーモットの体重は 3.5 から24ポンドで、尾を含めて17から29インチです。平均して最小のマーモットでさえ最大のプレーリードッグよりも体重が多くなります。ただしマーモットのサイズは種によって異なります。マーモット VS プレーリードッグ。外観。プレーリードッグは齧歯動物のような外観をしています。マーモットとプレーリードッグを外見だけで区別するのは難しい場合があります。マーモットの毛皮は短い茶色または黄色で、種によっては両方が混ざっている場合もあります。彼らは小さな耳と黒い鼻も持っています。さらに彼らは強い爪を持つ短い足を持っています。一部の種には顔の黒ずんだ斑点や毛皮の様々な色などのマーキングがあります。プレーリードッグは黄色のバフファーに黒い毛があり、すべての種でマーキングがほとんどない傾向があります。ただし一つの種には黒い尾があります。それらは小さくて齧歯類のようで、アーモンドの形をした目があります。彼らはまた掘るために前足と後足に釘がついた短い足を持っています。マーモット VS プレーリードッグ。社会的習慣。マーモットはグループでまたは個人として生きることができます。マーモットの社会的習慣は種によって異なります。それらのいくつかは一人でまたは他の一人のパートナーと一緒に住んでいます。他の人は10から20匹の動物がいる小さな家族に住んでいます。通常
彼らは一人の優勢なオスとメス、数人の従順なメス、そして彼らの人生の最初の1年かそこらのために彼らの若者を持っています。彼らは滅多に他の家族と交流しません。他のメンバーのようにディス家族バーモットは巣穴の外で警備をします。危険が迫ると彼らは口笛を吹いたりおしゃべりしたりして巣穴に交代します。プレーリードッグは数エーカーに広がる可能性のある大きな町や大きな巣穴のグループを形成する非常に社会的な生き物です。これらの穴掘りシステムは数十フィートの長さを測定し14フィート以上地面に沈むことができます。プレイリードッグには近くの捕食者に関する貴重で具体的な情報を家族に伝える非常に特殊な吠え声もあります。とにかくこれらの町には100を超える様々な動物が住んでいる約20の家族グループが広い地域に広がっている可能性があります。マーモット vs プレーリードッグ範囲。マーモットとプレーリードッグは世界中で様々な範囲を持っています。プレーリードッグは北アメリカと中央アメリカに住んでいます。ほとんどの場合プレーリードッグはカナダからメキシコまでの中央平原のロッキー山脈の東で見つけることができます。マーモットはアジア、ヨーロッパ、北、アメリカに住んでいます。マーモット vs プレーリードッグ族。彼らは同じ家族に属していますが、マーモットとプレーリードッグは異なる家族に属しています。例えばマーモットはマーモット族に属しており、リスの一種です。プレーリードッグはキュノミウス族のメンバーであり、リスが属する家族のメンバーでもあります。マーモット vs プレーリードッグ冬眠。マーモットは冬眠をします。マーモット vs プレーリードッグ6つの重要な違い。マーモットは冬の間巣穴で休眠している真の冬眠を経験するため興味深い哺乳類です。同じことはプレーリードッグには当てはまりません。それらは休眠と呼ばれる最小限のタイプの冬眠を経験しますが、単に活動性が低く冬の間はまだ巣穴から出てきます。マーモットとプレーリードッグは似たような動物ですが、多くの違いがあります。これらの動物が互いに異なる6つの方法を検討しました。さて、これらの哺乳類の一つを他の哺乳類と区別するのに問題はほとんどないはずです。